私、木本さくら、友枝小学校の4年生。好きな科目は体育と音楽。嫌いな科目は算数。とりあえず元気が取り柄の女の子。帰りは9時になります。おやつは冷蔵庫の中にあります。あや、お父さん遅いんだ。何か面白い番組やってないかな。音楽でも聴こうかな。ただいま、お母さん。私のお母さん、日の本なでしこさん。私が3歳の時に亡くなったの。ただいま、お母さん。私のお母さん、日の本なでしこさん。私が3歳の時に亡くなったの。の地下室からだ。どうしよう、泥棒さんだったら。誰かいたら警察さんを呼ぼう。
おにゃにゃチームワーク。いやー、アンさんよーワイを目覚めさせてくれたわ。大阪弁？ワイはケルベロス。ケル？この本の守護者や。いやー、あんまり気持ちよかったもんで、そういうったり30年も寝てしもったわ。じゃあ、あの音はいびきだったのね。人生いろいろや、うっしゃー。この本の中にはな、黒カードが入っとったんや。黒カード？黒カード、その封印が解かれるとき、この世に災いが訪れる。そのカードはクローリードっちゅうすごい魔術師が作った特別なカードでな、一枚一枚が生きててすごい力が宿っとるんやが、それぞれ好き勝手に行動したがりよる上に、波のもんでは歯が立たん。そやからクロー自身がこの本を作って、封印の獣であるワイを本の表紙に置いたんや。とにかくこの本を開けれたっちゅうことは、多少なりとも魔力を持ってるっちゅうこっちゃ。お前さん名前は？さくら。よっしゃさくら、そこ立ってみ。ばえ？ばえ？封印の鍵よ。何時との契約を望む者がここにいる。少女、名をさくら。鍵よ、少女に力を与えよ。レリー！カードキャプターさくらの初仕事や。さくら、フライがこっちに飛んできよるで。あんなに当たったら吹き飛ばされてまう。やつの動きをよく見て避けるんや。上からの攻撃ならしゃがみ、低いとこから来たらジャンプや。避け続けとったらきっとチャンスが来るはずや。頑張るんやで、さくら。
構えたカードや。早速使ってみ。これはどんなことができるの？まあやってみて。フライ。どうや、気持ちいいやろ。うん。これからもよろしくな、カードキャプターさくら。本当にびっくりすることがありました。チカのお父さんの書庫で見つけた本からオレンジ色のぬいぐるみさんが出てきたんです。オレンジ色で白い羽が生えてて長い尻尾があって大阪弁が喋れるぬいぐるみさんです。ぬいぐるみさんはケルベロスというそうです。でも長いのでケロちゃんと呼ぶことにしました。そのケロちゃんのせいで、私のせいもあるけど、私はクローカードという魔法の力を持ったカードを探すことになってしまいました。はう、そんなこと私には絶対無理って言ったのに、ケロちゃんは聞いてくれません。そのまま外に連れ出されて、なんとかフライのカードを捕まえましたけど、やっぱり私にカードキャプターなんか無理です。